筒描き、武者ゃのぼりとは、筒描きの方法で描かれた、武者ゃのぼり。筒描きは筒引きとも呼ばれ、防線のりを筒紙に入れ指で絞り出しながら、死体に沿って図柄を描いていくのり置きの方法のこと。防線のりの材料は、もち米粉、米ぬか、石灰、塩を混ぜて作る。武者ゃのぼり、武者ゃのぼりの死体、武者ゃのぼりとは、五月、のぼり、節句のぼりとも呼ばれ、 男児が生まれたことを祝い、天の神に子供の無病息災、立身出世を願い両家の家紋を入れ建てられるぼり。その大きさは幅0.9メートル長さ9メートル、大きいものは幅1メートル長さ11メートルにも及ぶ。上半分に黒の2匹、男児の家紋、在所の家紋、その下に図柄が入る。武者へ登りは自宅の庭に建てるが地方によっては、 神社に奉納して建てるところもある。筒絵描き無者へのぼりの染色無者へのぼりの作り方には、手描きのぼり、筒絵描きのぼりと、大量生産の型染めのぼりがある。筒絵描きでは、生地に、ひくれないで下絵を描き、その布を竹枠に糸掛けをして針下絵に沿って筒つつ、絵描きで表刀、表刀に合わせて裏から、裏刀を引く。次に刷毛で図柄に沿って何回も裏表彩色をする。 そして、水洗いをしてつ絵描きの糊を落とすと、図柄が現れる。天日で乾燥して、顔絵描きと両家の家紋を入れて完成。図柄は、恋の滝登り、浦島太郎、養老の滝、牛若丸と弁慶、日本穂高、神宮古豪、静河学七本槍、七福神、宇治川、富士の巻狩り、川中島の戦い龍子太閤、加藤、 おもりきのぼりなどが用いられる。また戦時中は、肉弾三遊志、日清日露などの図柄が好まれた。ありがとうございます。